そうですか。だからペルーはだって日本の 3.5 倍もあるんだけど、あの人口は3000万人ちょっとでしょ。相手方の方に日本語で分かんない時はこのホワイトボードを使って、日本語を書いてあの画面に向けて説明します。こちらは言ってくれる場合答えない方がどんどん説明するんだし、向こうだってね、だっていかになって外国人と話すなんてことはお互いにほとんどないわけだから、で外国人と話すというだけでもさ、あのすごくこうね、異文化との出会いというかさ、じゃあ卒業したらその電気工学のエンジニアを目指しているってことですか。はい、目指したいですね。海に面してるから風はやっぱりだいぶ使えるんですね、風自体もね。はい、そうですね。あの、まあ、ペルーその自然はすごいいいところなんで、あの風もあるし太陽もあるし。だけどあのペルーは真ん中にあれアンデス山脈が走ってるんですか。インカ帝国って全部なんか支配したようなこと書いてありましたね。そんな大きな国だったんですね。はい、そのうん、そうですね。あのすごい北の方や南の方、西、ね、すごいですよね。はいはい、すごい大きい、文化でした。どういうふうにこれをさ分かりやすく話そうかなっていうための自分の頭の勉強にもなるよね。なんか日本にすごく関心持ってくる大好きだって人もいてくれるとね、ありがたいよね。そうですよ、お話してるとすごくね、ありがたい、楽しいですよ、すごく。こちらこそ、あの、もちろん日本の方と触れ合うって僕ね、夢みたいです、本当に。 ありがとうございます。じゃあ僕できたら予約しますから、楽しみにしてますから。ありがとうございました。今日すごく勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそお元気でいてくださいね。どうもよろしく。どうも。